はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ドラクエ7ね、やっていきたいと思いますよ。さーてと、おこちゃん、あんたたち客かい。うちはかっこよさランキングに入っている人間しか物を売らないんだ。あんたたちの中にランキングに入っている人いるか、いや、言いますよと。本当か、なんか怪しいな。じゃあ聞く、なんて名前で順位は何番だったと。言っとくが、俺はランキング全部覚えてっからな。適当に言っても無駄だなと。ほら、何も言えないだろう。嘘ついてだってわかるんだと。まあ、うちで買い物したかったらかっこよさは磨くことだなと。ということで、かっこよさランキングはそのメモリアリーフですか。そこで、うんたらかんたらしたらいいっていうことでしょう。おーっと、ちょっと商人さんに話聞きましょう。さあ、ここでセーブをね、してと。いいのある？お、なんだこれ。早いはいいね。アサシンダガー。ああ、別にいいですね。金のロボ、踊り子の服。シルバード、ああ、全然ダメなんじゃない。はい、行きましょう。さてと、はい、ここ、あ、いや、さっきにバロックさんと行った方がいいのかな。あ、塔っていうのは、でもこっちのことだよね。時計塔があるとこだよね。ようこそ、ここは芸術の街、リトルド。あ、ここでか。ここでやってんだね、ランキングね。あの天才建築家のバロックの出身地としても有名ですよと。有名ですよって言っても、バロックさん、くせえ人だったかね。お、こんな建物あったっけ。おう、ようこそ。こちらは世界を評価する世界ランキング協会の本部です。本日はどのようなご機嫌でしょうかと。あ、ご機嫌ならご用件でしょうか。説明聞きましょう。当協会では力自慢、賢さ、そして確率の世界ランキングを決めております。その方法は、仮に今あなたがかっこよさ部門のランキングに登録したとしましょう。その場合、登録された時点でのあなたのかっこよさから現在のあなたの順位が決定されます。もしさらにかっこよくなったら、新しく登録し直せば新しい順位が出ることになります。なお、順位は本数の横にある掲示板に表示されていますので、どうぞご覧ください。各ランキングで初めてトップを取られた時には、協会本部からの素敵なプレゼントもございます。どうか頑張って各ランキングのトップの座を目指してください。さて、他にご用はありませんか。では登録しましょうか。私はね、私はね、もう力自慢しかないよね。そうだよね。力自慢。はい。あ、登録を行います。なんかもう指が。指が。で、ガボ君。ガボ君はね、ガボ君力自慢ダメな気するけど。そうだね、ガブ君ダメだね。ガブ君力自慢にしましょう。ほんで、私は、私がかっこよさか。いや、マリベさん賢さだもんね、絶対。そういや、いつまで3人で旅するんだろうね。もういい加減4人になってもいいと思うんだけど。はいと。アイクさん、こういう名詞ありますね。年を取れば力や外見の美しさなどはどうしても衰えるものですが、賢さというものは年老いてもなお高めることができるのです。だから人間の価値というのは賢さで決まると言っても過言ではありません。皆さんも目先の力やかっこよさばかりにとらわれず、頭の中身を磨いてくださいねと。私の担当、モディーナさんね、私の担当するかっこよさ部門はもう長いことトップが変わっていません。なんと数十年前に登録された記録が未だに破られないでいるのですと。トップのローズという方、今頃どこで何をなさっているのやら、ぜひ一度お会いして、どうやってあの不良の順位を築いたのか聞いてみたいです。あ、これ出てくるね、ローズさん、きっとどっかでね。男は何でだって力持ちでなくちゃな、マッシュさんね。そして女もやっぱり力持ちでなくちゃダメだと。君たちも、君たちももっと体を鍛えた方がいいぞ、ガハハハと。ファッション通信第1号、おすすめの組み合わせを大紹介、これであなたもコンテスト上位にと。あなたのかっこよさを上げる組み合わせの基本は、まず同じ種類の武器や防具を装備すること。プラチナソードにはプラチナミエル、プラチナヘッドにプラチナシールドで決めようと。そうですね、これだいぶ先だね。ここでコンテストがあるのかな。ここは各ランキングの新しいチャンピオンが生まれた時にだけ使う場所なんですよ。今はこんなガランドですが、その時ばかりはここも人でいっぱいになるんです。ここはそういうとこなんだね。表彰状なのかな、表彰状というか表彰場所かな、そういう感じだね。で、
ここはおしまい。で、じゃあお次は道具屋ね。ないよね。じゃあ売りましょうか。最近銀行見ないんですけどね。銀の髪飾りは売っちゃおうか。いや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 、もう頭もダメだけど指もダメだね。あ、5000超えちゃったね。捨ててこパンツ、絹のローバーいらないね。捨ててこパンツだね。次マリベルさんね。シルクハット、ああなるほど、そういうことね。と、いや今のブーメランもういらないかな。あ、もうちょっと置いておきましょうか。あ、お鍋の蓋いらないね。はい、さああなたは、この建物はバロック後期の作品として知られている。長らく山奥に住んでいたバロックが町で暮らすために作ったものだそうだ。町に来たということだね。あれ、宿屋の場所は変わってないか。宿屋の場所は変わってないね。この町はずっと昔にな、バロックという天才建築家を生んだんじゃ。それ以来芸術の都と呼ばれて多くの自称芸術家ともが集まってくるんじゃが、わしの見たところ連中の中にはどうもろくなやつがおらんなと。この町の東の山奥には奇妙な塔がそびえ立ってんだ。バロックタワーと呼ばれるその塔は、あの天才バロックの最後の作品なんだってよと。塔の中は外観と同じく奇妙なからくり仕掛けがいっぱいあるって話だぜと。なんかクロックタワー思い出してましたけどね。キー、何あのランキングは。この私が30位以内にも入っていないなんて、そんなの許されるはずはないわと。そういえばそもそもあいつらの評価の基準が間違っているんだ。全くなんて腹立たしいと。これは引けないのね。この町の奥にいるお屋敷、なんという金持ちか一目、あ、金持ちが、なんという、なんとかいう金持ちが一目見て気に入って買い上げたのよ。でもそのお金持ち、別荘用に買ったのに忙しくてほとんど来られないんですと。あ、なんかあったねそれ。なんだかもったいない話よねと。この間北の橋のとこ行ったら、ハーブティーの店が、私たちにできてたんだべと。若い者たちが大勢集まって賑やかだったなと。だどもおらああいう新しいもんは苦手だでなと。結局入んなかっただよと。そういや結構技術業界、バロックタワーの中にはさまざまなからくり仕掛けがあって侵入者を拒むそうですねと。塔が完成して数百年、未だ最上階を見た者はいないというんですからすごいと。バロックはからくり仕掛けにも長けていたようですねと。そういや技術業界では T と D を、あ、 T を T って言って D をでっていうんですよね。技術業界というか、まあ、あの間違えないようにね言うんで、なんですでね、あ、ごめんなさい、私の知り合いですけども、じゃあキティちゃんってキティちゃんっていうのってかなんかね言っててね、何言ってんだろうこの子と思ってたんですけどね。ね、まあ、キティちゃんってそら別にそういう業界の人がキティちゃんのこと言わないからとか思いながらね聞いてましたが、ああしまった、上の階行かないと。さあバルクタワーにも行かないといけなくなりましたね、この分では。さあ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 、この町に来る途中大きな橋を渡ってきたから、なかなか賑やかなところだったな。大勢の人々が行き交い、栄えている感じだったよと。そうなのね。あら、はい、なんて美しさを見つけたと。はいはいはいと。はい、特に何も。あ、こっちも無人なんだね。はい、特に何もね。さあ、ここでどこにあるんだろう。これやったね。下から舐めていきましょうか。噂によると、バロックは塔の最上階に自分の大切な宝物を隠してらっしゃる。あ、これか。あの天才のお宝っていうんだから、きっとものすごい価値のあるものなんだろうなと。あー、なんか見えてきたね。うちにはかっこいい武器しか置いてないよ。いくら強くたってかっこ悪い武器なんて装備する意味がないもんなと。あ、いかにもこういう場所だからだね。鋼の剣持ってない。あ、いや、もっといいの持ってるね。覇者の剣持ってるの。おお、パワーナックル。おお、すごいけど、おお、ちょっとしか上がんないね。どちらかというと防具かな。じゃあ
三河市は良かったけどね。銀の胸当ては私持ってない。魔導士のローブ、魔法の盾、あー魔法の盾ね、あー105上がるのか。プラチナシールド、おーおおこっちの方が絶対いいわ。あそっか、魔法の盾だから魔法防御も高いのかきっと。あープラチナシールド、キャプテンハット、キャプテンハット、鉄火の、プラチナシールド買っちゃいましょうか。あこれ私だね。はい装備しましょう。おお7から103に上がっちゃったよ。じゃあ売りましょうか。はい、鉄、あ鉄の盾持ってたんだね。よいしょ、よいしょ。この町は変な建物も多いが変な人間はもっと多いなと。あの建物いいななんていう連中の感性は俺にはさっぱりわからんやと。おあ、キメラの翼ね。さあじゃあお次はこちらかな。結構回りがたいのあるあれだね、町だねここね。俺は彫刻家でもあるが、それ以前に肉体の芸術家なのさ。見てこれ、この鍛え上げられた筋肉の張りとツヤを。と俺の夢は力自慢コンテストで優勝して世界中に俺の肉体美を知らしめることなのさと。うちの人ったらまた変なこと言い出して、と誰か、あ誰が男の裸なんか見て喜ぶもんかねえと。これ何なんだろうね。これはあれだね、金書っていうんでしたっけ、金どこか。で今度はお医者さんのとこだねこれね。噂によるとバロックは塔の最上、あーこれ読んだね。でこれを飛ばして、おうこれも飛ばして、ばあさんね、あそこの家はその昔バロックの親友である医者の家だったんだぞさと。でもあんな有名人の友達でいるってどんな気分なのかね。友人の名声が誇らしいのか、それとも妬ましいのか、一遍聞いてみたいで、いやそんな人じゃなかったですよ。まあ、どちらかというと素朴な考えでまっすぐした感じの人でしたよね。まあ、いわゆるいい人でしたよね。さあ、あなたは？私は建築家バロックの生涯を研究しているものなんだが、バロックの娘エイミの母親とは一体どこの誰だったのだろうか。ああ結局娘になったんだね。どんな資料を見ても一向に見当がつかないんだよ。この家の元の主であるクリーニー氏ならそれも知っていたんだろうがなと。彼が何かヒントになるようなものを残しておいてくれれば助かるんだが、いやそれは私も分かんないね。天才バロックと、時計塔と書かれた本がある。我々が生きているこの時間には凡人には見ることのできない、いわば時と時の狭間が存在する。その時の狭間をわずかでも覗くことができるもの、それが天才と呼ばれる人間だ。これバロックさんの部屋にあったやつだね。私バロックはこの時計塔により凡人には一生見ることのできない時の狭間を表現。まあ読んだんでね、飛ばしましょう。とんがり帽子と、とんがり帽子よく出てくるね。あとローブと、あとお鍋の蓋かな。この家の地下室は絵を勉強しているという若者に安く貸しているんですよと。何でもあのバロックが使っていた部屋だそうで、少しはご利益でもあるのかしらねと。おお、そうなのか、ここ、あ、あったね、地下鉄ね、地下鉄じゃん。もう年食いたくない、もうなんだ地下鉄って、地下室だろ。しかも下回ってないし。ほんともう猛録してるね。猛録という言葉がぴったりだわ。猛録って言ったら猛録失礼かな、やっぱポンコツなのかもしれないね。ポンコツに失礼かもわかんないけどね。おここで手に入っちゃうかい。そうなんだね、ここで手に入っちゃったんだね。予定が変わっちゃいましたけど、特に変わった本は古い本から、あ古い本の間から古い手紙を見つけた。この手紙があなたの目に触れる頃にはおそらく私はもうこの世にいないでしょう。長年病を患っており、この日を覚悟してはいましたが、ただ娘のことが気がかりです。あの人の重荷にはなりたくないので。ああそっかそっか、あったわこれ、読んだね。古い友人であるあなただけはこれ先生読んでたんですよね、これでね。誰
エミリアさん、お、取れるの、ほよよよよ、はい、取れちゃいました。この部屋怪しかったんだけどね。なんかある？あなたは？この部屋は昔天才バロックがアトリエに使っていたんだってさ。ここで絵を描いていれば僕にも天才のひらめきがやってくれるんじゃないかなと。え、この人教えたらいいの？はい。あ、手紙を見つけた？その手紙はまさか。頼む、その手紙を私に見せてくれ。はい、いいですよ。おお、ありがたいって、早速読ませてもらうよ。これは間違いない。エイミーの母親がクリーニー氏に宛てて書いた手紙だと。ほも、この手紙によると、エイミーの母親はエミリアという名前だったらしいな。名前が分かっただけでも、これはもう大きな成果だ。しかし、こんな重大な資料が我が家に埋もれていたとは、私はなんていう間抜けなんだ。とにかくありがとう。君たちのおかげで私の研究も完全しそうだ。俺とは言ってはなんだが、この賢さの種を差し上げようだ。おお、これ誰にあげたはりがいいのかな。これはあれかな、私はまあ正直賢さあんまりいらないよね。マリベルさんかな、やっぱり。もうガブ君今更だからね。これはマリベルさんに。なんだか私いっぱい持ってるし、さっき整頓したばっかなのにね。お、賢さの種がないんだけど。あ、袋に入るね。お、庭上がっちゃったね。さーてと、まだ手紙持ってるよね。よそから来たもんはみんなバロックの建物を見ては、いろいろ騒ぐがのと。生まれた時からあれを見て育った私にはああいうのが当たり前って感じがするんだよと。むしろ普通の建物なんかはひどく地味でつまんない感じがしちまうねと。ごめんなさい、ちょっとなんか声がおかしくなってきちゃった。ちょっとあそこ行きましょう。あら、ここにあれないのかい、教会ないのかい。 あったあった、教会まで戻りましょう。じゃあね、そういうわけでこの辺でちょっと終わっておきましょうか。ドラゴンクエスト7、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございます。あ、一応会話だけしておきます。この土地もダメだ。こんな程度の土地では私の夢は叶わないと。どこかにもっと豊かな土地はないのだろうか。ああ、これ教えてあげるやつだね。はい、シムジーさんのね。申し遅れました。私はバレルと申します。えらい口調が変わりましたね。あなた方のご助言になんとお礼を言っておいら、ありがとうございました。というわけでね、この辺で終わっておきましょう。ドラクエン7、終わっておきます。どうもありがとうございました。